新速化塾の皆さん、おはようございます、こんにちは。まあ、この動画を見る頃は夜になってるかもしれませんけども、いよいよですね、本日が新速化塾延長に延長して、で最後は皆さんの要望の通りにさらに1ヶ月をですね、まあ延長というかもう無料奉仕をさせていただきまして、サポートというものを続けてきたんですけども、ほんと3月20日から数えても6ヶ月7ヶ月とかですよね。7ヶ月ですよ。7ヶ月と言いますと、私が販売しているマスターマインドっていうプログラムが6ヶ月で終わるんですよ。120万のやつ、これより長いサポートですからね。だからなんか十分活用していただいて、マスターマインドの、まあ、メンバーっていうのは全員がもう圧倒的なね、月収100万とか全国1位とか、毎月20万とか30万とか安定的に稼いでるとかいろいろありますけども、独立してね、毎月60万50万稼いでるみたいな人もいますけども、はっきり言って7ヶ月サポートして、ちょっとね、人生が変わってない、少なくともなんか稼ぎ方が分かったぞぐらいまで言っていただけないのは、まあ半分は私のせいなんですけども、まあでも本当に反省していただきたいのは、全然ね、活用してもらってないんですよ。いつも連絡経路っていうのは、まあ、3人とか4人のちっちゃいグループでですね、他の人が入ってこないところを作っているのに、ちゃんと活用できたんだろうかっていうところと、売りを作る方法っていうのは、理解できたのだろうかと。一番最初の頃の無料メール講座のことが全てですからね、無料の間で全てお伝えしてて、あとはそれについて掘り下げるための時間をこのサポートのコミュニティで持ってるわけなんですけども、もう本当に、ね、無料メール講座を何回も見返していただければ分かるんですよ。商品力ありますか？今商品力1000個ぐらいのダメですよ。こんな7ヶ月も経って1000個はもう絶対です、楽勝です。で、これ媒体ですよね。自分が商品を紹介する媒体の多分動画がですね、300本ぐらいのとやっぱダメですよ。そのぐらいもう6ヶ月経つわけですから、動画がないとかね、動画がなければ動画の作り方も慣れてないっていうことですし、動画を通じての集客も見込めないし、もう時間ばっかりかかっちゃうんですよ、動画がないとなると。だって動画があったらですよ、人とコミュニケーション取ったりするときに、その動画の URL を送れば済むわけじゃないですか。で、記事を書かなくても動画をペタッと貼れば済むわけじゃないですか。で、Facebook の記事も投稿ね、どうもされてないみたいだと。もっともっとしないとダメですよ、Facebook の投稿。要するに、目立たないと売れないんですよ。目立たないとね。だから、媒体力っていうのが必要になってきます。ブログ書いてますかとかね。ありますよね、そういうところも。で、あ、そういうところ。